Hi guys, LA 在住の藤子です。今日は今ね朝の11時ぐらいなんだけど、これからファーザーズオフィスっていうすっごい美味しいハンバーガーがある、まあ、バーなんだけど、まあ、昼間もはランチとかやってるお店があって、そこでランチを食べて、でその後にゲッティセンターっていうなんかミュージアムですごい絶景なのね。そのミュージアムに行こうと思います。パーキングに車止めて、で荷物チェックとかして、これからトラムっていう電車みたいのに乗ってミュージアム、丘の上にある山の上にあるミュージアムに向かいます。ここが美術館の入り口。ただただいま。もうね、ゲッティセンターはめっちゃ良かった。これちょっとめっちゃ良かった。ゲッティセンターってね、無料で入れるミュージアムなんだけど、私が今回行ったのがゲッティセンターで、もう一個近くにもうちょっとね、海の近くにあるのがゲッティ、もう一個名前忘れちゃったんだけど、ゲッティセンターっていうのとゲッティガーデンだか、なんかゲッティサムサムっていうのがあって、どっちもねすごいねおすすめ。どっちも私は行ったことあるんだけど、今日行ったところは山の上みたいなところにあるからすごいビューが良くて、もう一個のゲッティビラだ、ビラっていうところはなんかお城っぽい感じかな。もし LA に来て、まあ短期で来たら、まあ、ゲッティとか行ってる時間ないと思うからね、観光できないけど、まあ、結構長く来て、あ、もうなんかやることなくなっちゃったって感じの時に行ってみたら結構面白いかも。 Good morning。 今日ね LA めちゃくちゃ寒くって、珍しくホットコーヒー、ほらスタバももうさクリスマスみたいなカラーになっちゃってんじゃん、今2月なのに。おや、これ見せたっけ、この前ねスピーカーを探してるって言ってたんだけど、リビング用のね、結局お店にはなかったから、これをねアマゾンで買って届きました。でこのミキサーにつなげて、このマイクのやつも去年買った子たちと一緒に使ってます。今日もオートミール、もう毎日毎日オートミールですよ。今日さ朝ねシャワー浴びてたら、いきなりちょうどねシャンプーしてた時に水が止まっちゃって、えっと思って、で何回もさ蛇口ひねっても出てこなくって、で1分ぐらい待ってまたやっても出てこなくって、何これどうしたらいいのと思って、めっちゃさ寒くなってきてさ、で旦那の名前をとりあえずめっちゃ叫んだんだけど、全然1階に旦那はいて気づいてくれなくって、もう頭もさ、もうシャンプーさ流せないから泡だし、で体もさなんか泡めっちゃついてたから、何これどうしようと思ってめっちゃ困ってて、でそしたらまあバスタオルでとりあえず全部拭いて、でさ待ってて、で結局5分ぐらいしたら
シャワーまたさ再開したからよかったんだけど、あんなんでさマジであのまま一日中とか泊まったらどうしたらよかったんだろう。もう 初ハプニング、水止まるトラブルはアメリカで。おお、4月後半から5月ぐらいの間に日本に帰れそうな感じでね、めっちゃ楽しみなんよ。日本も3年ぶりとか私全然帰れてなかったから、まあ、家族に会うのも楽しみだし友達に会うのもめっちゃ楽しみ。あー何しよう。なんかさ4月の後半だからちょうど桜がねまだ咲いてる時期だったらいいなと思ってるんだけど、どうかな、ちょっともう遅いかな。ゴールデンウィーク中とかにちょうど私は行けそうな感じなんだよね。あとね、昨日の夜、昨日がすっごい風強かったのね。で私屋上にあのパラソルみたいなさやつをセッティングしてあるんだけど、で夕方ぐらいになんかバババババンってすっごい音が外で鳴って、え何と思ってすぐさあの外見たら、私のその家の屋上にある傘があの下のフロアの人のに落ちちゃってて、おやばと思ってでちょっとさどうしたらいいか分かんないからしばらく見てたの。そしたらなんか下の階に住んでるおばちゃんがなんかピックアップしてくれてて、で取りに行ったんだけど、もうポールがさなんかポコってちょっと欠けちゃって、まあ、まだ使えるんだけどね、やっぱり畳んどかなきゃダメだったね。こっちなんか急にめっちゃ晴れてきたわなんかアメリカはねだんだんコロナの規制が緩くなってきて、ね、かまされてきて、でなんか、まあ、スーパーマーケットとかモールの中はさすがにマスクしてくださいみたいに言われるんだけど、ジムとかはなんかマスクのサインはあるけど結構みんなもうマスクしてないでトレーニングしたりとか、もうあんまりね、まあ、マスクしない人も結構見るようになってきて、だん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 本当コロナ前の世界に、まあ、徐々に戻ってきてるなっていう感じで、すごいね過ごしやすくって最近は嬉しい。こうやってだんだん戻っていけるんだと思って、もう一生このままなんかさ10年とか続くのかなとかちょっとゾッとしてたから、いやそれがすごいね。日本も早くあのかまされるというね。でも3月1日からなんか渡航の何トラベルの規則みたいのもちょっと緩和されるって聞いたから、そのまま私が帰る頃もね緩くなってるといいなって思ってるんだけど、ということで今日も見てくれてありがとう。そしてまたすぐお会いしましょう。 See you soon. Thank you for watching. Peace.